ヒトラーの運転手を務めていた頃のシュレック、ユリウス・シュレックは、ドイツの軍人、国家社会主義ドイツ労働者党初代新鋭隊、上級指導者。1920年に、ナチ党に入党して、以来、アドルフ・ヒトラーとは、深い関係を築き続けた。第一次世界大戦に従軍した経験があり、ドイツ義勇軍のメンバーでもあった。1921年には突撃隊の創設に、 尽力し、1923年からは、ライプシュタンダーで SS アドルフ・ヒトラーの前身とも、いえる、アドルフ・ヒトラー特攻隊のある、ヒトラー直属の新しい護衛部隊を設立することになり、ナリル・ドルフ・ヘス、エミール・モーリス、ブルリヒグラーフなどが、共同発起人となった。同年11月のミュンヘン一機にも参加し、ヒトラーを始めたの幹部と共に、ランツベルク刑務所に投獄された。 1925年の夏搭載結成後、護衛組織は、親衛隊と名称を変更し、シュレックは、親衛隊のナンバー5となった。シュレックはヒトラーによって、護衛組織を指揮するように命じられ、親衛隊上級指導者となった。シュレックは1926年に、親衛隊上級指導者の座から身を引いたが、親衛隊隊長として、親衛隊には名を連ね続け、以後は、 ヒトラーの専属運転手を務めた。1930年に新英隊指導者であったファインリヒヒムラーの下で組織が拡大し始めたことに伴い、シュレックは新英隊大佐に任命されたがほとんど実験が与えられることはなかった。シュレックは健康上の理由により、新英隊上級大佐を最後に新英隊から退いた後も6年間ヒトラーの運転手を務めた。 1931年9月19日、ヒトラーはミュンヘンへ向かう最中にインゴルシュタットの南にある集落バールエベンハウゼン近くでスピード違反を犯した。彼の車は法定速度の倍のスピードを出していたが、それほどまでに急いでいたのは、メイ、ゲルラウバルが自殺したという報告を受けていたためとも言われている。当時の警察ではスピード違反について、 道路脇に立つ二人の警察官がストップウォッチを用いてスピードを判定し違反者はナンバーを控えて後日切符を発行するという手順が取られていた。三日後、ヒトラーの名で違反切ップが発行された。しかし、その後ヒトラーは当時運転していたのは自分ではなくシュレックで彼に対して極力スピードを出して走るように命じていたのだと語った。 そのように命じた理由は明かされなかったものの、それ以上の追求もないまま罰金の生産が行われた。1936年5月16日に、随幕園により死去。37歳。国葬が取り行われ、新英大将賞を追合された。ありがとうございます。